ているとなります。3レースの A 級一般戦がスタートを切りました。山崎3番手の高瀬スールです。まあこの両名どちらにしても関東ラインですから、まず2番の山崎は前を取って3番の高瀬です。1番の峠と早くもラインが固まりました。4番車の滝山がその後ろを追っています。5番の大崎智久です。後方には7番の石黒、6番の小谷文康と広島勢ということになりました。初回の3コーナーを流れていきます。前は2番車の山崎、3番車の高瀬、1番の峠雄介、関東ラインが前段。一応その後ろで様子を見ていこうというのは4番の滝山です。コメントでは位置を決めずということだったんですが、一応はその関東勢の後ろ、5番の大崎も短期での戦いというコメントを出しています。一方広島勢はご覧の通り7番の石黒と6番の小谷文康です。まあこの7番の石黒も昨日のレースでは果敢に先行勝負も7着、機動力を持っているわけなんですが、今日は2名関東勢をどう封じていくのか。その7番の石黒に6番の小谷文康です。2周回目の3、4コーナーの中間地点を回ってきます。前で受けて立とうというのは A 級一般の山崎ひろみです。4コーナー回りきりました。残り2周の赤番が見えるホームへと帰ってまいります。ようやく7番の石黒剣が上がりました。一旦は2番の山崎をどかしていこうという7番の石黒剣です。2番車の山崎も引いて、どうやら3番手、4番車の滝山、そして5番の大崎も切り替えません。したがって2番の山崎の位置は3番手です。先行は石黒、6番の小谷が2番手、2番車の山崎は車間を上げていますが3番手、3番車の高瀬がじっとマークをつけている、1番の峠雄介と関東ラインということになります。残り1周の今 400m を切りました。さあ先行石黒です。山崎はどうやらまくり展開か。7番6番2番車の山崎ひろみが3番手、その2番の山崎ひろみが2コーナー回ったところで一気に踏んでいきます。先行7番の石黒、小谷がマークをつける、一気に2番車の山崎がまくり切っている。続いているのは3番車高瀬すぐだ、4コーナー余って直線コース、関東ラインでどうやらワンツーと決まりそうです。変わったかどうか、なお3着も混戦、ゴール線上で変わっていたかどうか、山崎と3番車の高瀬、なお3着争いも1番車の峠か、あるいは6番の小谷と、この2人もはっきりしていません。さあリプレイでまず確認しましょう。山崎か3番の高瀬か、いい勝負だと思うんですが、どうだ、3番車の高瀬が最後に山崎を捉えたかどうか。なお3、4着この2人、6番車の小谷が体勢有利か、むしろ1、2着際どいゴールになりました。目いっぱいバーを投げたのは3番の高瀬、間に合っていたかどうか。確定放送までお待ちください。第3レースの A 級一般戦お伝えしてまいりました。